ザボン・ハインズはジャマイカ・キングストーン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。1988年にジャマイカで生まれるが、すぐにイギリス・ロンドンへと移住する。地元ロンドンのクラブチームの一つであるウエストハム・ユナイテッド FC のアカデミーでサッカーを学び、そのままウエストハムのリザーブチームへと昇格を果たす。すると2008年に対戦した。 コベントリーシティ FC のリザーブチームの監督であった、クリス・コールマンの目に留まり、コベントリーへの期限付き移籍を果たす。結局、コベントリーには約5ヶ月しか在籍せず、2008年夏にはウエストハムへと帰還する。しかしながら、膝の怪我で2008から2009シーズンの大半を棒に振ってしまい、活躍の機会を得られずシーズンを終える。それでも2009年3月に、 チームとの契約延長を果たすと、2009から2010シーズンのプレシーズンマッチで、ブレイク、プレミアリーグ屈指のドリブラーとして、評価を受け、一気に、レギュラー争いの中心に駆け上がることとなった。2015から16シーズンは、膝の負傷の影響により6試合の出場に止まり、カンファレンスナショナルへの降格が決定した、ダゲナムレッドブリッジ FC を退団。 2016年12月20日、トライアルを経て、フットボールリーグ1のサウスエンドユナイテッド FC とシーズン終了までの契約を結んだ。2017年8月18日、メイドストーンユナイテッド FC に1年契約で移籍した。2019年2月、現役引退を発表。代表チームとしては、生まれ故郷であるジャマイカ代表の招集を2009年2月に、 受け、ナイジェリア戦に帯同するも、この試合に出場することはなかった。すると、同年10月に今度は21歳以下の、イングランド代表へと招集を受けて、これを受諾、U-21 マケドニア代表戦に出場し2得点という、花々しい国際戦デビューを飾っている。ありがとうございます。